韓国青瓦大はいつか、日本の輸出規制措置と関連し、直接関係する産業通商資源部や外交部だけでなく、少しでも連結された各単位で毎日のように踏み込んだ議論をしていると明らかにした。青瓦大の関係者は同日午前、春秋館で記者団に会い、全方位的に企業の声を聞き、 解決策を模索していると述べた。同関係者は具体的に、昨日、経済副首相と NSC 次元の対応があり、業界の困難な点を把握して、相応の対策がどう行われるべきかについても具体的に論議していると伝えた。また、公式的な会議や会談ではないため、具体的な日程は申し上げないが、 報道で見られるように経済社会の声を聞くために積極的に乗り出していると強調した。